大友を撃退し、龍造寺を破った島津に対し、九州の小大名は相次いで心中。島津の九州統一を阻むのは、今や大友配下の高橋常雲と橘家のみとなっていた。島津は九州制覇を成し遂げるべく、島津忠長を総大将とした軍勢を筑前岩屋城へ派遣。岩屋城を守る常雲は四条を後方の橘山城に逃がし、自身は岩屋城で島津軍を引きつけんとした。名将常雲と彼の実子橘宗茂の壮烈な覚悟が幾多の劣勢を跳ね返してきた島津を危機に陥れる。九州の将岩屋城橘山城の戦い。俺は鬼島津の戦をすればよい。銀千代は橘山城に引かせましたよ。あの娘が素直に引くわけはあるまい。苦労したろ。そういえば先ほど高影ら毛利勢が到着しました。彼らの力を借り時を稼げばまだ希望はある。相手は島津だ。そう簡単にはいかぬ。父上。宗茂、お前を橘洞節殿のもとに養子に出した時からわしとお前は親子ではない、他人となった。だからわしが危機に陥ろうと死のうと取り乱すな。お前は橘家のために生き抜けばよい。父からならともかく、他人の命令なら聞けませんね。ならば岩屋城城主として命ずる。生きよ銀千代のため、そして息子を愛する父のために。叔父上、この戦が終わればいよいよ九州は島津のものに。はしゃぐなガキ。お前が退治する将は誰だ。奴らはどんな状況でも諦めずに向かってくる。慢心すればひっくり返されようぞ。そうだ、俺はもう油断しない。全身全霊の力でぶつかるのみ。見せる戦をする。
とえ死してもここは当然。中の気迫に押されるな。島津の戦見せつけよう。さて、橘山城の守りを固めようか。勝利条件変更。敵将討ち取ったり。鬼が現れるそこは地獄とんな。この我らわしのめするかもよ。ジョーンだが、これで何かを待っているのよ。まさか、これ以上時はかけられない。全軍、一気に岩屋城の天守を目指せ。敵将、討ち取ったり。私だけ安全な場所には岩屋城に急行し、ジョウン殿を救うぞ。敵将、討
身が平らげた。
島津も強い。成長に追い払うとし、ついに島津が九州の覇者に。叔父上、我らは勝ったんですね。まだだ。あれは豊臣軍だ。あっはっはっ、貴様の勝ちだな。さあどうする、豊久、諦めるか。いや、諦めない。